で、ある環境の時に違う結果にこう出たんです。でもその不調型って、例えばガーンとなったリスクイベントが起きた時には弱いですよね、挙動下がっちゃうんですね。で、60代の場合は安定成長の時にはむしろ不調型の方がいいわけで、ですから、不調型の方が分かる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 から、結果としてこれっちゃ簡単です。でも、環境型は逆に分かるから、むしろ違う選択肢が分かるから、そこまで分かるから、見てみましょう。大きい25メーターとか50メーターあるんですが、これをまあ僕が